はい、本日はスペースプレーについて、ご説明しようと思ってます、ね、航空機で宇宙に行く、ね、スペースプレーン計画ですね。これはまあ昔からありますね。で、飛行機のように特別の発射設備を必要とせず自分で滑走してね、離着陸および大気圏離脱突入を行う宇宙船のことです。このスペースプレーンと言われるものがですね、これが宇宙弾道飛行ですね、サブオービタルフライトなのか、ね、また衛星軌道、サテライトオービットと、ね、往還する最使用の宇宙往還機なのかで、まあ、大きく違います。で、一般に宇宙と呼ばれるですね、高度100キロまでの宇宙旅行は、ね、簡易計算で秒速、まあ、1.4 キロも出せば到達できるんですが、地球周回軌道に乗るための第一宇宙速度っていうのは秒速 7.9 キロ必要ですね。で、エネルギーは速度の事情に比例するので、弾道飛行は周回軌道のざっと30分の1ぐらいでいいわけですね。で、速度エネルギーが少ないということは、大気圏再突入時の温度上昇も小さくて、システムが簡単になると同時に再使用、ね、しやすくなります。で、100キロぐらいまで上がれば、ね、無重力の時間は4から6分でも、まあ、真っ暗の、ね、宇宙と地球の丸みも感じられます、ね、スペースシップ1を開発したですね、アメリカのスケールドコンポジット社はこの宇宙空間、ね、高度100キロに到達して乗員3名相当を打ち上げ、ね、2週間以内に同一機体を再使用し再度宇宙空間に到達するというね、アンサリー X プライズの受賞条件をクリアして1000万ドルを2004年に獲得しました、ね、これはロケットエンジンを積んだスペースシップ1を高度15キロで母機から分離して高度100キロに達したものです、アメリカの米バージンギャラクティック社はこの機体を改良して1人25万ドル、約2800万円で4分間の無重力状態を楽しめる宇宙旅行を計画して、今のところ約700人が予約しています。で、これがスペースシップ2のですね、これがこの2つこういうふうにあって、これ長い羽があるのがこれ母機ですね。で、ここにぶら下がっているのがスペースシップ2のね、本体ですね。で、これは分かれてね、本体だけで飛んでるというのがこれですね。ロケットエンジンだけで飛んでるのがこれですね。はい。で、あとJAXA のスペースプレーン計画ってあります。で、これは高度2万メートルから宇宙機を発射。ね、宇宙活動の拡大に伴い地上と宇宙の行き来はますます活発化しますが、輸送費用を大幅に削減する全く新しい輸送システムとしてスペースプレーンが考えられています。構想中のスペースプレーンは2段式、ね、TSTO、ね、2ステージ2オービットで、1段目の大型の高速ジェット機に、宇宙機を乗せて飛行機のように離陸します。で、高度2万メートルで宇宙機は離脱、ロケットエンジンで大気圏を脱出して1段目は地上に帰還します。宇宙機には翼があって、ね、軌道上での仕事を終えるとスペースシャトルのように大気圏を滑空し、滑走路へ着陸します。両機ともに何度も両機とも何度も使用することが可能で、従来のロケットに比べ非常に経済的な輸送システムと言えますということで、これがまあ背中にね、こう乗っかってるやつですね、再利用可能な2段式スペースプレーンですね。下のやつがジェット機ですね。で、上がロケットという感じですね。で、これ分離したところがこんな感じで分離するというね。で、輸送コストを大幅に削減。1段目の高速ジェット機は長さ65メートル、翼の幅が30メートル、ね、重量140トンでマッハ6の超音速機ですね。で、空気中の酸素を利用するジェットエンジンであるため、ロケットのように大量の酸化剤を抱える必要はありません。そのため軽量でエンジンの圧力が低く、ね、操縦性や安全性が高くなります。また上に乗る宇宙機は長さ39メートル、幅の
翼の幅17メートル、重量130トンで8トンの荷物を積むことが可能で、さまざまな資材の運搬ができます。スペースプレーンの究極の姿は、ね、飛行機のように完全再使用で特別な設備を必要とせず、燃料を注入すればすぐ飛び立てて酸素のない宇宙も飛行できることです。ロケットの1段目は空気中を飛ぶ時でも積んである酸素を使用します。推進薬が、ね、あの 液体酸素とか液化酸素とか言いますね、が液水、ね、液化水素とか、ね、液体水素とか言いますね。この場合約 85% が、ね、液酸の質量です、ね、水素は非常に軽いですから、この数分の1でも空気中の酸素を使用できて、大気圏飛行時使用またはリフティングボディなどで揚力を発生できれば大幅なコスト削減を期待できます。しかし一つのエンジンでジェットエンジンの役目とロケットエンジンの役目を兼ねることはかなり難しく、宇宙を飛ぶ機体と大気圏で宇宙機を運ぶ機体を分けることが考えられました。しかし軌道に宇宙機を乗せるには超高速を必要とするため、通常のターボジェットエンジンではマッハ3程度ですね、秒速1キロ程度、主流の全温ですね、あの吹き出しているやつ の温度がですね、あの600ケルビンしか対応ができません、ね、でジェットエンジンの、飛行領域をマッハ数が、ね、6まで拡大した場合ね、主流の全温は約1700ケルビンになり、従来のファンとか圧縮機では耐えられません。そこでファンの前に燃料 の液化水素を冷媒とした空気、ね、あの予冷却機ですね、プリクーラーを装着し、温度を下げるとエンジン構成を可変インテーク、プリクーラー、コアエンジン、ラム燃焼機、可変ノズルとしたエンジンである、ね、アトレックス、ね、エアターボ、ラムジェット、あのエクスパンダーサイクル、ね、のエンジン、低速ではターボジェット、ね、高速ではラムジェットとして駆動する可変サイクルエンジンが考えられています。静止時から高度30キロ、マッハ数6までの広い領域をカバーすることが可能とされています。ラムジェットエンジンで超音速帯気を超音速のまま、燃焼噴射するものをスクラムジェットと呼んでいますね、はい、でこれ、まあ、いろいろ書いてありますが、このアトレックスで、ね、スペースプレーン用エアブリージングエンジンっていうのがこれですね、はい、こんな感じですね。でこれが あの系統図が、ね、こういうふうに書いてあって、ね、であの、普通、まあ、あの低速の時は、ね、ここからこうあのターボジェットとして働いて、高速になるとこの外をねバイパスしてですね、あのラムジェットとして働くというね、はい、でなおあのロケットの機体の再使用についてはね、あのスペース X 社のねあのファルコン9ってやつがね、衛星軌道用2段目と分離後1段機体を海上のいかだに着陸させて、その機体を再使用して、再打ち上げを行っています。でそれからですね、ブルーオリジン社のニューシェパードも弾道飛行ではありますが、1段目の再使用を行っています。それから昔あったスペースシャトルは1段目のメインエンジンを再使用のために持ち帰るロケットでありますが、着陸はグライダーのように滑空して着陸しました。で部分再利用の、2段式の、ね、宇宙輸送機、これも TSTO7ですよね、はい、でこれが昔飛んでいたスペースシャトル の、あの本体ですね。でこれがあの着陸、これ今これが着陸時です。でこっちが打ち上がるです。打ち上がる時はこれはここに燃料タンクがあって、この燃料タンクのエンジンをこっちの、ね、シャトルの本体の方に積んでいて、両脇に固体ロケットがくっついてて、ね、一応これはロケットなんですね、はい。でこれがあのファルコン9ですね。これがあの打ち上げるときはこういうふうに、ね、普通のロケットとして打ち上がって、で1段目2段目を分離した後、1段目はここにね海に浮かべたこのねいかだの上にこういうふうに着陸するというですね、はい、でこれはあの2段目はあの軌道まで行くんですね、はい、
で、あとニューシェパードの方はこれはあの弾道飛行です、はい、でこれはあのこのてっぺんの頭のところがね、あの打ち上げて一応まああの100キロ軌道まで行ったらこれはあのパラシュートで降りているんですね。でこの下の部分ですね、この下の部分だけこういうふうにして降りてきてね、この足が出てますよね。でこの安定板が出てここに着陸するということですね。はい。